はい、どうも皆さんこんにちは、ツナキャッピでございます。今回はですね、前回出した何でしたっけ、デグシャーか、はい、のまあ抽選の動画がですね、なんとまあ僕が今見た時点、9月11日5時47分の時点でですね、なんと、ちょっと待ってくださいね、数字忘れた。はい、高評価の数が456。はい、こうやってですね、まあ自分230いったら全員配布という、まあ設定っていうか、ことにしてたので、はい、まあ、全員配布にさせていただきます。はい。まさかの400いくとは思ってなかった。本当に。で、まあ、ね、はい。配布なんですけど、まずですね、詳細欄に貼ってあると思うんですけど、まあ、そちらの URL に飛んでもらって、あ、これじゃない。はい、ですね、そちらの詳細欄に、行ってもらってですね、そうすると、まあ、この URL 貼ってあると思うので、こちらのね、ホームページじゃなくて、リンクに飛んでください。そうすると、まあ、このダウンロードする、ね、サイトが出てくるので、メディアファイヤーっていう。まあ、ここで、ダウンロードってとこがあるので、押してください。そうすると、まあね、こうやって、はい、ダウンロードができます。はい、まあ、Google Chrome だと、まあ、こんな感じで下に行くんですけど、まあ、IE の場合は保存先を設定できるので、まあ、わかりやすいディスクトップとか、まあ、ダウンロードってとこに入れておくのがいいと思います。はい、まあ、ダウンロードしますね。しますね。で、できるとですね、ちょっとここら辺あんま出したくないんだけど、まあ、いいか。はい、まあ、はい、まあね、どうしよう。はい、まあ、2つあるんで、とりあえずこうして、とりあえずディスクトップに置きますね。で、まあ、こうやってダウンロードしたものがあるんですけど、このまま入れても、はい、ですね、このまま、このツナキャピエディット、デグシャーエディットツナキャピっていうのを、ZIP のまま入れても、ですね、動作しないんですね。なので、まあ、展開っていうか、回答できるソフトで、一回、回答してください。はい。まあ、残り5秒、ちょっと待ちましょう。絶対これ5秒以上かかってるような、およそ5秒とか言って、これ10秒かかってるわ、ほんと。はい、できました。で、まあ回答するとね、こんな感じで、まあ ZIP フォルダファイルからこっちに戻ります、なります。で、その中にテクスチャーっていうのがあるんですけど、まあ、これを入れてもまだできないですね。なのでもう一回、ちょっとややこしくてすみません。まあもう一個開いてもらうと、ヨルドキュートツナキャピーっていうのと、まあ、仕様についてっていうのがあるんですけど、まあ、こちらのね、まあ、圧縮したいんですけど、まあこのファイル自体が、はい、3、これ写しちゃいけないな、これちょっと重たいかもです。サイズがまあ38MB しかないので、はい、まあ、これは別圧縮しなくても使えるかなと思うので、はい、これを、リソースパックの方に入れてもらうと使用することができます。で、まあ、ダウンロードした時に、できればっていうか、絶対に、ここ、これね、使用についてっていうテキストがあるので、それは必ず読んでから使ってください。はい、というわけでね、今回は、まあ、ダウンロード仕方わかんないというか、使い方わかんない人がいるかもしれないので、一応紹介と、テクスチャー配布の動画でした。はい、まあ、できればね、皆さん、ダウンロードしていっぱい宣伝してください。はい、この動画宣伝してくれたらとても嬉しいです。それでは最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、この動画じゃない、このテクスチャー使ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。